クリミア危機、ウクライナ東部紛争は、2014年2月下旬に、発生したウクライナ騒乱をクリミア半島と、ウクライナ本土のドンバス地方で起こっている、ウクライナ政府軍と、新ロハブ総勢力や反ウクライナ政府組織、ロシア連邦政府、軍との紛争である。ウクライナ系メディアでは、ロシアの正規軍の関与が広く見られることから、ロシアによる侵略、ロシアによる占領、 または、ウロ戦争と呼んでいる。ポロシエンコ大統領もしばしば現状説明として、ロシアとの戦争という用語を用いる。ただしウクライナ、ロシアともに戦線復刻は行っていない。一方、ロシア系メディアでは、この紛争初期には、ロシアの春と表現する場合もあったが、以降は、ロシア軍は関与していないという立場と、国際司法裁判所が、ウクライナ政府が求めていた。 ロシアによる、進路勢力への支援の認定を、証拠不十分として退りける決定をしたとの立場から、本時紛争を、ウクライナ国民同士の対立である、ウクライナ内戦であると表現している。他方で、欧米諸国からは、派兵や兵器、燃料の供給をはじめ、ロシアの直接的関与は明白だとして、対ロ制裁を課すなどの措置をとっており、内戦という用語は用いず、 代わりに紛争、占領、侵略、軍事侵攻等の用語を使用する。クリミア自治共和国では、衝突初期の2014年2月下旬マイナス3月にかけて行われたロシアによる軍事干渉と国際的な非難を浴びながら行われた住民投票の結果、同年3月17日にロシアへの併合を求める決議を採択したと宣言。ロシア軍の支配下に置かれ、さらに、 ロシアへの併合が宣言された。その後、ウクライナ本土のドンバス地方での抗議運動が武装した分離主義勢力による反乱へと広がった結果、ウクライナ政権が軍事的反抗に乗り出すことになり、戦争にまでエスカレートした。クリミアに展開するリトル・グリーン・メンと呼ばれる国籍を隠した、舞台2014年2月26日の初め、後に、 ロシアのプーチン大統領が支持したロシア連邦軍と確認される武装勢力はクリミア半島の主導権を徐々に握り始めていた。この間、クリミア半島でロシア連邦への併合について、いわゆる住民投票が行われた結果、83%の投票者で96%の賛成が得られたが、この住民投票は EU、アメリカ、ウクライナ人、 クリミア半島のクリミアタタール人によって、ウクライナ憲法と国際法に違反しているとして非難されている。3月17日、クリミア議会はウクライナからの独立を宣言し、ロシア連邦への併合について呼びかけた。3月18日、ロシアとクリミア自治共和国最高会議は、クリミアとセバストポリの編入に関する条約に署名した。 3月21日に編入条約は批准され、ロシア連邦の2つの新しい連邦、構成主体として発足した。国連総会は公表された国民投票は無効であり、ロシアによるクリミア併合は違法に行われたとし、現状をロシアによる占領と国連総会決議により定めている。2014年4月1日までに約3000人の住民が クリミア半島から逃れたとされ、その80%はクリミアタタール人だったとされる。イーバのフレンキーザック・アブラストとチェルニーブッツェ・アブラストの欧州安全保障協力機構のチームはクリミアから西ウクライナへ移住した国内避難民を補助した。主にクリミアタタール人だった多くの難民は避難を続け、UNHCR は5月20日までに約1、 クリミア半島を実行支配したロシア政府は、半島東部とロシア領多ン半島を結ぶ、ケルチ海峡に、クリミア大橋を2015年に着工し、2018年、開通させた。同年11月、ウクライナ西部のオデッサを出港したウクライナ海軍、艦艇3隻が、ケルチ海峡を通過して、アゾフ海沿岸にある。 ウクライナ東部の港湾都市マリウポリへ向かっていたところ、11月25日にロシアによって打破された。これを受けて、ウクライナ政府と議会は、ソビエト連邦の崩壊に伴う独立後では、初となる戒厳令をロシアと隣接する10州に発令することを決定した。ドネツクの進路派2014年3月1日から3月6日にかけてロシアが主導したとされる。 シンドハブ総勢力は、ドネツィク州庁舎を占拠したが、ウクライナ保安庁によって排除された。ウクライナ当局によると、政府庁舎での欧州物の一部に、ウクライナを不安定化させるよう、ロシア語で書かれたメモがあったほか、明確なロシア語のアクセントを話す1500人の過激派を拘束している。3月13日、ドネツィクでは、ウクライナ支持派とシンド派の暴力的な衝突が起き、 震動派の大軍が警察の非常線を壊して乗り越え、少数の反対派への襲撃を始めた。欧州安全保障協力機構による取材調査では、30人程度の政権支持派は警察のバスへ逃げ込んだが、反政権支持派により囲まれて襲撃され、バスの窓を打ち破って刺激性のガスが撒き散らされ、バスの出口から出てきた政権支持派を叩いて暴言を浴びせたとしている。 また、OSCE の報告では、警察は、政権支持派を守る適切な処置をとっておらず、反政権支持派を好ましい形で処理しているのを、目撃されている。この衝突の日の後、取材を受けた人は OSCE に、ドネツクの住民は安全のため、平和的な政権支持派のデモを組織しないことに決めたと、述べている。4月6日、約1000から2000人の武装勢力は、 ドネツクでの集会に参加し、ウクライナからの独立を問う、法的根拠のない国民投票の要求を行った。その後、200人の分離主義者と震度派勢力が行政庁舎になだれ込み、ドアと窓をぶち壊していったが、政府当局者は日曜日で不在だった。分離主義者は、いわゆる臨時議会が政府当局によって開かれない場合、ロシアへの併合を問う。 国民投票を呼びかけ、国民の権限によりすべての地方議員を無視して、4月7日の正午に一方的管理措置を宣言するとした。ロシアのタス通信によると、この宣言は地方議員によって投票されたとしているが、他のメディアでは、ドネツク市や近郊地域のどの地方議員も会議に代表として派遣されていないと報告している。同じ4月6日、 分離主義勢力ドネツク共和国の指導者は、ドネツク州のロシア連邦への併合に関する国民、投票を遅くとも2014年5月11日までに実施すると発表した。加えて、平和維持に必要な部隊をドネツク州へ送るよう、プーチン大統領に訴えた。カラシニコフ自動小銃と RPG-26 ロケットランチャーを装備した武装勢力に占拠される、 スロブヤンシク市議会4月12日、防弾チョッキや野戦部区、カラシニコフ自動小銃を備えて、マスクをした、武装勢力がスロブヤンシクの執行委員会建物と、ウクライナ保安庁事務所を占拠した。ウクライナ内務省アルセンヤバコフは、この武装勢力をテロリストと判断し、ウクライナ特殊部隊により建物を脱回すると、発表した。 警察署や政府庁舎の分離主義勢力による強奪は、ドネツィク州のドネツク、クラマトルシク、ホルリウカ、マリウポリ、エナキエベを含む、その他の都市でも発生した。ウクライナ政権のトゥルチノフ大統領代行は、建物奪還に向けた全面的な反テロ作戦を開始すると発表した。4月16日までに、ドネツィク州での暫定政権によって行われた、対テロ軍事作戦は、 クラマトルシクで武装勢力がウクライナ軍の装甲車を奪取し、兵士がスロブヤンシクまで追いやられるなどのいくつかの障害にぶち当たった。4月16日の夜、約300人の進路ロハ武装勢力はマリウポリのウクライナ軍部隊へ火炎瓶を投げるなどの攻撃を行った。アバコフ内務省はウクライナ軍が発砲し、3人の襲撃者が殺害されたと発表した。 4月17日の停戦協定、ジェネバステートメントによって、ドネツィク州での政府庁舎の選挙は終了せず、マリウポリの2つの新ロハーブ総勢力は、この協定発行により裏切られたと感じると発表した。しかし、4月23日においても、地域一帯の政府庁舎の選挙などの緊張状態は続いており、さらに、宣言された停戦は、 スロブヤンシクでの分離主義勢力による検問所で起きた襲撃により破られた。欧州安全保障協力機構は、スロブヤンシクの市庁舎、ウクライナ保安庁庁舎、警察署は自動火器で武装した勢力により、要塞化されており、抗議する人もおらず、町全体が静かになっていると報告している。しかし OSCE は、スロブヤンシクは、制服を着た軍や、 覆面の武装勢力だけでなく、市民と同じ服装の多くの人々によって厳しい監視体制に置かれていることは確かだとしている。スロブヤンシクの一住人は、占拠している勢力について議論するのは、恐ろしいと語っている。自称スロブヤンシクの分離主義勢力のポノマリョフ、自称市長は、我々は、町の外に、スターリングラードを設立すると宣言した。ウクライナ政権は、 4月25日にスロブヤン市区を完全に封鎖し、反テロ作戦を継続すると宣言した。4月26日、ドネツク人民共和国によってチラシが配布され、共和国による州統治権の宣言を支持するかどうかの国民投票を5月11日に開かれることが周知された。その後も両州におけるウクライナ政府軍及びウクライナ政府及びその支持派と、 震動派の衝突、退治は続いている。2018年1月18日、ウクライナ最高会議は、東部2州を、再統合を目指すべき、占領地、ロシアを侵略国と規定し、ウクライナ大統領に、東部解放の軍事行動を認める、法案を可決した。ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国を自称する政権の、 実行支配地域と他のウクライナ領の境界地帯はコンタクトラインと呼ばれ約5 0 0トルに及び残豪や検問所が設置されている。接触線の東側でもウクライナ政府を支持あるいはウクライナ政府を頼りとする人々が暮らしている。毎月延べ100万人以上が年金受け取りや親族との面会などのため接触線を越えて行き来している。 ウクライナ政府や国営銀行の総合付き輸送車が危険を犯して検問所に近づき、こうした人々に現金や焚き木、パンなどを供給している。ウクライナ軍と進路派は前線からの兵力引き離しを2019年11月11日に完了した。ロシア連邦政府はクリミア半島については編入を宣言して実行支配しているものの、 ウクライナ本土東部2州の紛争については、ウクライナ国内の問題という立場をとっている。ただし、口述するように、ウクライナ政府や独仏とこの問題に関する交渉を行っているほか、2019年4月24日には、ウラジミール・プーチン大統領が、シンド派支配地域の住民が希望すれば、ロシア国籍を付与する大統領令に署名した。シン勢力が、 ウクライナ本土東部2州で独立を宣言したドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国によるノボロシア人民共和国連邦はロシアを含めいずれの国際連合加盟国からも国家承認されていない。ロシアのクリミア半島併合を承認した国米国や欧州連合加盟国などはロシアに対して経済制裁を実施する一方で外交交渉を継続している。 ドイツとフランスは東部ウクライナ2州についてウクライナとロシアを仲介し2015年2月に停戦に合意したがその後も散発的に戦闘が続いている欧州安全保障協力機構が2014年から停戦を監視している2017年4月 OSCE の走行車がルガンスク州の進路派支配地域で地雷によるとみられる 爆発に巻き込まれ、アメリカ人救急医療隊員1名が死亡、ドイツ人女性とチェコ人男性が負傷した。OSCE メンバーの犠牲は初めて。アメリカ空軍は、ウクライナの要請を受けて、同国上空で、オープンスカイズ条約に基づく C-130、偵察機型による監視飛行を2018年12月と2014年3月に実施した。これは、 カナダやヨーロッパ諸国の要因も乗り込んで行われた。ICJ は2017年4月19日、ウクライナ政府が求めていたロシアによる進路勢力への支援の認定を証拠不十分として退ける決定をした。ロシア外務省は侵略や占領といったウクライナ側の主張は支持されなかったとコメントした。EU は2017年6月19日、 ロシアのクリミア編入宣言に関する制裁の1年延長を発表。アメリカ財務省は2017年6月20日、ウクライナ東部紛争への関与を理由とする政府以外の動きとしては、西欧、中央諸国や南北アメリカ各国のネオナチなどの極右過激派がウクライナ東部2州において、ウクライナ側と進ロ勢力側の双方で参戦している。 実践経験を積むことや、強権的なプーチンへのシンパシーなどが理由とされる。2019年12月9日、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルケル首相の仲介で、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領がエリゼグにて会談を持った。5時間半に及んだ会談により、年内に捕虜の相互解放と停戦の履行を確認する共同声明が発表された。 ウクライナ南西部のロシア系住民が多く住む都市、オデッサでは、ウクライナの極右団体が、ロシア系の労働組合事務所に放火し38人が殺害された。ウクライナの多くの地域で反ロシア的な世論が強まり、キリスト教ロシア正教会からのウクライナ正教会の正式な独立につながった。また歴史的に、 反ロシア感情が強い西部のリビウ州議会は2018年9月18日、ロシア語による歌曲を公共の場で流したり、書籍を出版したりすることを禁じる条例を可決した。ありがとうございます。